問題になったんです。でこの点案外大事なんですね。で真実を自らやっぱりね、このアマテレス大神さん、出過ぎた神さんじゃついてありますわ。こんなことを言う宗教じゃないですね。これはすごい神さんじゃと思いますわ。で戦前にそんなことをちょっと流さない不敬罪とかなんとかなる。不敬罪とか治安維持法に引っかかる。つまり、ここが大事だ。この辺が大事です。この御内裏をいただく根本というのは何か言うと、とにかく訳は分からんでも、いや、訳は分からんでも、そんな失礼なことじゃいかんけどね、とにかく分かっても分からんでも、物語をまず1ページでも拝読させていただくと、ここが大事なんです。もう節操はそれをもう実行されとった。毎日、毎日おいでになったら、えいじ、今日何か持ってこい。はあ、ちょくい。それでそのうち、こう言って、はあ、入り帰ってお休みになる。はあ、もうお休みになったけど、今日は早うで、ね、助かったなと思って行こうしようと。お、目を開けて、もうやめたんか。言うて、また始めなきゃいかん。いうことでね、必ず、それはやっぱり、邪念を言葉によって払うこととともに、絶えず神ご自身でも、やっぱり、自ら、収めてくださった。でまして言わんやですね、分かっても分からんでも、いただくことですわ。つまり、ご内流、インスピレーションですわ、現代的に言えば。これをいただくことですよ。これをいただく全額がパーッと分かる。ここが大事なんですよ、ね。あんまり難しく考えんとね、それで、ご指導いただくんですよ。ここが大事です。まあ、いろいろこう書いて、おりますがね、大変こう大事な時になってきまして、そして今年は大本を開けてから110年ですね。10年、二代様がご昇天されてから50年ですね。そして大本の婦人会、あの1ページの終わりの方ですよ、ね、婦人会ができてからちょうど70年ですよ。これはもう大変な節ですわ。だからもう婦人会も一つこれから本格的にいろいろと頑張っていただかなきゃ申し訳ないです。それから私がまあ総長辞めてからちょうど、30年、日中友好締結して30年ですね。残念ですけどね、やっぱり、三代様を伊豆の御霊を補佐する水の御霊の補佐役がスタッフが弱かったということです。だから、酒は飲め飲め、茶釜で沸かせと言うけどね、あの歌っていうのは大変私が意味が深いんです。酒は飲んでもいいけどね、酒に飲まれちゃいかん。全額をピシッとこう、さにまするものが掘らなきゃいかん。いうことでございます。まあ、しかしこういう大事な節にあたってですね、アメリカは焦っとるわけですね。でアメリカに本当に説得するのは日本ですよ。国民がしっかりしなきゃいかん。こんな武力だけでは世界は平和にならんぞと。もちっとアジアにそんな余計な軍備に使うような金は、学校を建てたり、病院を建てたり、あるいは食料をもっと改善しようというようにしてね、そういう人類の福利厚生に金を落とせと、使えというように、本当に、世界の世論で持っていかなきゃいかんですね。で、そういう時代に
なってきたということです。で、どうかするとここで大事なこと。で、こういったことは根源的に時間の問題です。あるいは空間の問題と言えるんです。ここら辺が大事なんですね。これ歴史です。つまりこういうことになるさ、大元ははっきりとですね、この人間の住んでる現世というものは時間と空間に左右されますね。具体的に霊界神界では時間空間超越していくと。でしかし真理というものは三世一貫、時間空間を超越しながら現世に深海に一貫していくんです。で、そういう二面を持っているわけです。で、この点が大事なんですよ。ああ、暑いじゃない。ちょっと失礼します。時間もはっきりし、空間もはっきりした宗教というのは他にないですよ。仏教はあるように言うけどね、あるように言わんと成り立たないから言うとね。で、元来は仏教にはないんです。しかし仏教はないということが、あの当時においてはお釈迦さんが大変なことをおっしゃっています。つまりこれも大事なことです。バラモンがのさばっとったわけですね、バラモン教。で、バラモン教というのはあくまでも階級社会、つまり階級社会というと差別、人間を差別する社会。あの人は偉い、あの人はわかんねえ、あれは人間じゃねえんじゃけ。まあ無茶ですよね。今でもインドネシアはそういうあれを時々会うですね。これをお釈迦さんはどう打破するかと、あの知ったる大使ね、佐野の御子様のご御礼ですよね。大吉島彦の御子様のご御礼で、どういうように何されたかというと、そういう階級社会、バラモン中のブラフマン中根本に宇宙の創造神だと。その創造神は、創造神から人間はまず頭から生まれたのが一番バラモン階級じゃというようにして、一番下の階級は数だらけなんです。数だらけ、足の裏です。そういう階級社会今でもあるんですね、残念ながら。
これをどう打破するかということで、6年間も本当は難病苦病された。それは分からんはずや。それはバラモン式で食わず飲まずで一生懸命繰り返し、これじゃいかんというわけで、それをやめて、そしてまあおとぎ話か本当かどうか知らんけど、2年前後ですっかり弱みして、ね、赤子を落とし休憩して、そしてまあ少女の持ってきたまあミルクガエルやな、インドのミルクガエルで今も出しますな、それを飲んで静養しながらお悟りを開かれたわけですね。でこういうこのおとぎ話のみたいなところにすごいやっぱり哲理が含んどると思うんですよ。つまり難行苦行いや今でもそうでしょ、片足で何年こうやってるのもおるっちゅうね、写真にありますねそれは大変な苦行ですよこれ。幼さんの子、さん自体はもっとひどかったらやると思うな。もう寝ずに、もうふと、うん、それはまあ、暑いとこやるから、布団なんかかぶらないけど、それは大変じゃろと思うね。それをもうやめて、そして正常になって、こう悟られた。で、そこはですね、聖様の見教えと本当に、一致するなというわけです。つまり大変な革命的な面を含んでるわけです。つまりそういうこの歴史的な面からどう超絶するか、つまり人間というものはバラモンに言わせれば、ね、階級社会があって最初にできたのはこの僧侶時代、それからあとは王族とか貴族とか、それで腹とかなんとかいっぱい庶民、それでこれというふうに階級社会を差別社会を作る。それを打破するには、それを打破していくには時間空間というものを超越しなきゃいけないんですね。つまり自分の心の問題、これの一点に集中されたわけです。でそういうところにね、心の問題に集中されたことによって現世との遮断ができるわけね。これ自分はそんなことは何、自分はこう悟りを、宇宙の真理を悟るんじゃってわけで、そんなはバラモンがどうやこれは一切関係ない。そしてそこに自らの集団を、参加という集団を作りなと。そしてそこに修行して、そして尊い深い精神的な面を教えていく。その代わり一般の修行はその人たちを養うためにまあ伏せするね。それがずっとなして托鉢なんかもその伝統が名残ですよね。でそこにこう社会の特別の集団順ができたわけですよ、お釈迦さんを中心にした。でそういったとこからこのバラモン社会と断絶されたわけです。これは大変なことなんですね。ところが日本に来た、まあ、まあ日本に来るまでには北伝と南伝仏教ありますが、南伝仏教というから、まあ、まず正論と物語にも出てくるイスラエルですね。いや、白の島。この辺にある。で、そういうことを思いますときに、やはりこの水上山というのは本当にもっとおかげをしっかりいただかなきゃいかんなと思うんですね。お釈迦さんとも関係あるんじゃけど、でそういうですね、そして、まあ、芸術展、これは結構やけどね、
一番根本というのはね、本当は戦争がまだ天正地図まだ全部終わってないのです。それで天正地図を今度は大阪からお帰りになったら書かれるというわけでね、紙とか筆とかあの頃紙もないし、そんな筆とかその書きやすいようなペンなんかないけどね、信者さんがこっちからも集めてね、半紙でもたくさんあったんですよ。ところがね、なんでお書きにならなかったかいうと、まだ事件が終わらんわけですね。で、終わったのが大震災が終戦の時の9月8日でしょ。9月8日でも不敬罪残したんだからね、不敬罪と新聞紙違反、出版紙違反の3つ残した。だからまだその自由にできんわけですよ。で、初めてなったのがその年の10月17日大社礼に初めてなった。そっから聖子様は本宮山に今日初めて登るんじゃと言うて行かれたんですよ。で、そのくらい聖子様はね、まあ、うるさいし、もう警察の、うるさいやつが来るのもめんどくさかったね。それにわずかその亀岡から綾部おいでになる時かてですよ、まだ事件が解決しなかったらいちいちうるさいその警察署長の許可もろうて移動しますってわけ。それでハンコもろうて、そしたら綾部三世層お帰りになったらね、刑事が来るんやもん。刑事が三世層ご存じやと思うけどね、二階建てやった、大変お気に入りやったんだけどね、そうするとね、正面からどうぞ来たらいいのにね、こそってくるんですよ。で、私がこう二階でこう見てたんや。こうしたら、まあそれらしいのが、洋服着たのがね、その東由良川に面したところに、縁側があるんです。で、縁側のちょっと向こうにこう垣根がありますがね、垣根を押し分けてこうして、上からわしが見ておるだけで、あ、これややこしいやが来たのって言われて、先生に言ったら、うん、もう知らんか来てほっとけ、あの間が来たかってもうほっとくんじゃ、腕を押して。で、そのぐらいですね、聖子様は気をつけておいでになったと。ですからね、書くとかなんとか言ったらまたうるさいでしょ。そうすると自分の体力、寿命中のご存知ですもんね。そうすると何かやっぱり残さなきゃいかんというわけでお作りになったのが洋案なんですよ。私はそれを思う。もっともっとね、聖子様にこれ自由があったらね、これもおやりになるでしょ。これはまさか見せろとかとか、これしたらあかんというあれはないわけだ。出版してね、また社会を狂わしては困るというわけで、ものすごく検察当局は恐れたわけです。恐れをなしたわけです。で、そういうことを考えますときに、聖子様の洋案作りには、本当に聖子様の言うに言えない尊いご精神、なんか後世にやっぱり日本は敗戦したけど将来はこうなるぞということを一見して誰にも分かるようなですね、将来の人類の在り方、人類はこういう理想を願って努力してくれよと、戦争なんかしちゃいかんぞと、これを本当に分かる人は平和主義者でなかったらあかんぞ。今の執行は一体何だということを私はいつも念頭に置くんです。そういうわけで人類の平和を祈る最後の聖子様のお力によってこれできた。で、そういう面を知らなきゃいかん。ああ、ようできてますな。これ珍しい。ああ、ようこんな
大したもんですな、栗三郎さんの。まあ、それは通り一遍の評論家の言うことじゃ。それはもう間違いじゃないですか。それはまあ、悪口言うのはましいでしょうけど、本当の先生様のご精神。